はい、どうも皆さん、こんにちは。待って、そうだな。うん。やっていきましょう。アンビゴジック。ああ、いいっすね。ダッシュできねえし、おいこら、あ、そういえばまず設定だね。私のマンコどこ？は。フィリオチケ、フィリオチケ、マクドナルド経営危機。ああ、言いたかった。このゲームね、なんかダッシュできないんですよ。ダッシュってか遅いか。ウルフだからダッシュしようがないっていうのもあるんだけどね。
それだよ。じゃあセーブしておくけどね。太陽が出てるの西だから、おい、また積んだし。え、マジでわかんないんだけど、ちょっとわかんない。あとね、このゲームでね、一番全く関係ないのがね、お金なんですよ。だからお金はまず基本的にあんまり、まずホラーゲームでお金を持ってる場合はおそらくお金を使ってなんか当選棒であったり用心棒に金渡して通してもらうとか、そういう系なんですよ大体は。基本的にホラーゲームでお金を使うってまずないからね、 RPG 要素じゃないから。なんかあんな、ほんまに。
ブ&リロード会。じゃあまずね、ここのソファに座ってるやつちょっと見るね。黄色、青。ちょっと今覚えてるからね、今。じゃないのかな。これってもしかして…
座ってるソファに座ってる人間はあれだね。このね、青とか赤とかのガラス玉が立つエンド分岐になってるんじゃないかとは思う。真ん中のちょっと人形さんは最後にするね。何かしらこれが多分イベント分岐だから。
これはおそらくなんだけど、黄、オレンジ、左から右の方向に並び替えろ的なあれですね。なんもないよね。ないね、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 ないね。じゃなくていいんだけど。ああ、そういうことか。先ほどのお人形さんがいたのを、あの、お人形さんがいたたち、あの、お人形さんがいたじゃないですか。あの、お人形さんがいたところの、あの、立ってる向きですよ。浮いてる方向ですよ、ごめん。言い方悪かったんだけど。右向いてたり、左向いてたり、上向いてたりなんかしてたじゃないですか。それの、お人形さんが、あの色の該当する色に、の順番に、右左埋めていくっていうやり方ですわ。はい、わかりました。オレンジ、緑、灰色組んだよ、動くなよ。まあそんなことだから、まあ、オレンジは2ついるやんですけども、オレンジに関してはこれ下なかった、右と左しか選択しかなかったから、オレンジはおそらくこいつです。だから右、オレンジの服かな、どっちかいうと。だから右、緑はどっちになるんだろう。オレンジ、緑、灰色も分かったよね。まあ、一人も右でしょう、おそらく。オレンジ、緑の服の人ってこの人しかいないもんね。ほら、このなんとかの方向を向いているって、多分これあれだな、ヒント示唆だね。オレンジだから右向きだね。灰色は誰になるのかな。右左 OK、 理解した。はっ、そういうの動かんでいいから、そういうの動かなくていいから。早くなの、お前。ラーラー。
これもう一回するかもしれない。こうです。こいつを、こっちも早いね。ゼロ円でちょっと探すね。多分あれ黄色、金色のやつ探さなかも。まああれ多分入手する順番に並んでるから、あれハイドの要するにあの振り子時計よりも前だろうね。探すとしたら。
ではないんだね。エクストラオーナーをしなあかんから。
Thank you.
邪魔するぜ。そしてあの女クソ思いっていいこの状況。完全攻略できますからね。今これエクストラモードで積んで、なんか動画繋いでるしね。二つ目の日記行けた。二つ目の日記はね、もう読んでちょっと途中になっちゃったんですけど。はっきりし。東方エクスプレス。どうしようかな。おう、握手しろよ。ほぼ握手。お、考えてやれ。Thank you.
ここですとかって。Thank you.
最後の日記かな。ここにいるのは。ありがとう。この子人形だね、おそらく。で、それぞれ審判の部屋に置いてた、懐中時計とかあれは、この人形に使ってた。はい。へぇー。懐中人形とかに、今これクリックしてるんですけどね。まあ、それはどういうこと、それはちょっと言うんですけど、懐の、あれは、その人形に使ってた、ほら。あそこに置くときに、壁眼とかあったでしょ。エクストラモードになって名前変わってたと思うんだけど、心音とか懐中電灯、時計になってたとか、これは心臓の音が懐中時計に使ってたってことなんですけど、人形大好きね。それぐらい人形が大好きだっていう。
ダッチはワイフみたいな愛系じゃないんですけど。その特典クリア特典って何それ。普通に動いてるんだけど。まあいいや、これで終わりだね。とりあえず、はい、アンビゴシック終了です。ありがとうございます。